高等家の連中言うたら、私ら普通の人間とは違う価値観で生きとるけ。うちの山で死体が見つかった。熊の仕業じゃ。熊のじゃねえよな。おめえわしらがばあちゃんに虐待したいんか。元の人間が素敬なことするわけねえじゃろうが。よそ者のあんたに後藤の人間のことをバカにされるのは我慢ならん。後藤家は絶対に何か隠してる。例の指なんですが、分かったことがあったので連絡しました。後藤家と関わっちゃダメなんだよ。ここは危険だ。二人は出た方がいい。あんたも家族じゃないのかい。ただで済むはず。おめえも走ろ。運命の家族も。僕自身が彼らの隠している秘密、証拠なんです。